藤本洋は、日本の作曲家、作詞家、歌声運動活動家、ムシカルギルド、旧主催。声楽を、関監視、音楽理論と指揮を、井上頼豊とよに支持。日本の歌声全国競技会初代幹事長。1945年、東京都内で中学校1年生の時、敗戦を迎える。中学校の社会科教師に、マルクス主義の手ほどきを受け。 とりわけ古典文献の芸術論に感化される。1947年2月、日本共産党の公園児細胞に入党を申し込むが、年齢が18歳に満たないため、一旦は無資格として断られる。しかし、本人の熱心な希望により、同等東京西部地区委員会と公園児細胞の推薦人の取り計らいもあって、例外的に14歳で入党を許可される。 入党と同時に、日本青年共産同盟に加盟。1948年1月より、日本青年共産同盟、中央コーラスタイの練習会に出席。石刊士と出会う。1948年2月10日、日本青年共産同盟創立2周年、記念集会で、中央合唱団の発演奏に参加した。同年、革命的音楽家として生きることを決意し、 中央合唱団の先住者となる。作曲1956年作詞1969年1970年1971年。ありがとうございます。